Hi everyone! MCA 正会話のノアです。今回は飲み物 Drinks を紹介したいと思います。まずは水からいきますね。水は Water Water、アメリカ英語では今みたいに Water と発音しますが、例えばイギリス英語だと割と日本語の、カタカナ読みに似てるんですけど Waterという発音になったりするので、まあ、ちょっと、アクセントがね、いろいろ国によって違うんですが、アメリカ人は water と言います。次はお茶。英語では tea。お茶にもいろいろ種類ありますよね。例えば、まあ、紅茶だったら、まあ、英語だったら black tea。black tea と言ったり、まあ、もしくはその紅茶の種類、名前をもう言っちゃうんですね。まあ、english breakfast tea とか、チャイティーとか、あとは、ダージリンティー、そして、発音がとっても難しいんですが、エールグレイっていうお茶もありますよね。そして、まあ、日本茶、ジャパニーズティーにもいろいろありますが、まあ緑茶なんかはね、緑茶の緑は緑なのでグリーンティー。あとは、抹茶、最近は抹茶もアメリカですごい大人気なんですが、もうそのまま日本語の抹茶とか抹茶ティーとか言ったりします。続いてコーヒー、発音はコーヒー、F の音しっかり下唇噛みましょうね。コーヒーで、ココア、ココアはまあココアとかココアとかいう時もあるんですけれども、どちらかというとホットチョコレート、熱いチョコレートっていう感じで、メニューに書いてることが多いですね。続いて炭酸系攻めていきますね。まずはコーラ、コーラは、まあ、コカ・コーラとかペプシーとかいろいろありますけど、コカ・コーラのことは基本的には、コークと言います。ペプシーはそのままペプシーっていう言い方が、まあ、主流かなっていう感じです。そしてサイダーは英語でもサイダー、ソーダも英語ではソーダ、そして炭酸水という言い方なんですが、これはちょっと難しいんですけど carbonated water っていう言い方になります。 carbonated water。 今度はアルコール類いきますね。まずはみんな大好きビール、英語ではビール。そしてワインはそのままワイン。そしてウイスキー、これも英語ではウイスキー。ブランデー、ブランディー。そして日本酒、日本酒はジャパニーズサーケーになるんですが、この酒という字が SAKE で、中にはその最後の E をそのまま E って発音して Sake って言ってしまう外国人もすごく多いので、まあ、Japanese Sake なんですけれども Sake っていう発音もあったりします。はい、以上がまあ飲み物いろいろだったんですけれども、まあちょっとね、いろいろ飲み物言ってたら少し疲れてきたので、少し元気をつけるために栄養ドリンク飲んでこようかなと思います。栄養ドリンク、英語ではエネルギードリンク、エネルギーのドリンクなのでエネルギーのドリンク。それでは I'm going to get some energy drink. I'll see you again. Goodbye.